女系天皇とは、小泉政権下の2005年時に開催された皇室天畔に関する有識者会議において、天皇の皇位継承候補をめぐって出てきた架空の概念であり、男系男子の伝統文化の歴史とは異なる皇位継承を想定して使用されている言葉である。通常の意味で、女系とは、母方で辿る血統、女から女へと続いていく家系。 女子だけで継承していく系統のことであるが、この女系天皇の場合の女系には女から女へと続いていく。女系血統の連続性の概念は確認できず、ここで想定される行位継承は男女を問わず第一子を優先する皇族女子が民間男性と結婚し、その子供に行位継承権を有するとする案が、先の皇室転犯に関する 有識者会議で出されていたこのため、女系天皇とは、当座の想定概念として、母方にのみ、天皇の血筋を持つ人物が、天皇になることを指している、言葉の意味であり、詳細に説明すれば、父親が、神武天皇からの歴代天皇の男系の血統では、なく、母親のみが、神武天皇の血統である人物が、 先例にない天皇になることを想定して使用されている言葉である。よって父親の血統を遡ると神武天皇につながる女性が天皇になる女性天皇とは全く異なる。日本では神武天皇の即位以来、男系による皇位継承が保持され、第126代の近城天皇に至るまで男系で辿ると必ず神武天皇に辿り着くとされている。 対して、女系天皇は架空の概念であり、もし仮に、それが容認され、女性天皇の子孫や、歴史的に例のない神武天皇の男系に属する、女性皇族を当主として創設される、女性三宅というものが、工場的に制度化され、その当主である、女性皇族が民間人と結婚し、その子供が天皇となる場合、神武天皇からの男系決闘の天皇とは異なる、系統となる。 このことから、女系天皇の容認は、万世一系である高等の歴史の断絶であり、神武天皇からの断崖決闘を継ぐ皇室の終焉でもある。2020年時点において仮定するならば、例えば真子内親王と婚約内定者の民間男性との間に生まれた子が天皇になったり、あるいは女性天皇となった愛子内親王が民間男性と結婚されその子が、 天皇になったりすると、神武天皇からの断径決闘ではないものが、天皇になるということである。女系天皇反対派の主張としては、こうした万世一系に意義を見出す考え方が見られ、古事記、日本書紀の記載を重んじる傾向がある。それら、古事記、日本書紀によれば、紀元前660年2月11日に、神武天皇が即位し、日本を建国したとされるため、 現代でもその日が建国記念の日として制定されており、日本の高統は神武天皇から断経で続いてきた万世一系だと呼ばれている。その意味で世界で一つの一族による君主在位の最長記録を更新し続けているという見方も可能となっている。現在の皇室天板では皇位は皇統に属する断経の男子のみに定めており、 天皇の着室の御子及び着男系着室の子孫を皇族としている。また、養子ができず、天皇及び皇族以外の者と婚姻した皇族女子は皇族の身分を離れる規定であるため、女系の子女は皇族の身分になることができない。さらに、皇族以外の者及びその子孫は女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、 皇族となることがない。第126代天皇第一皇女子の年の宮、愛子内親王や、秋篠宮家のマ子内親王、過去内親王、などは、いずれも父方のみをたどって、初代、神武天皇に行き着く、男系女子の皇族である。しかし、彼女らが将来、旧皇族や、皇別設計、源氏や平氏など天皇家から分かれた。 神戸家系からの男系子孫以外の一般国民の男子と結婚して幸運だ場合、その子は性別が男であれ女であれ、父方のみをたどって天皇に行き着かないため女系となる。和天皇及び現行皇室天範における皇位継承資格者。和仮想。男系継承の解説を中心としているため、第125代天皇から直系の皇族のみを記載した。 二千二十年一月一日現在、天皇の血筋を受け継ぐうち神皇、女王は六名。すでに親戚降下した元皇族を皇籍復帰させることを考えなければ、このうち神皇と女王の出産する子女が女系天皇候補となる。順序は、摂政の就任順。国の類似から、単に女子の天皇を指す女性天皇と混同されることも多いが、皇統についての 女系天皇と天皇個人の性別についての女性天皇とは異なる概念である。日本では男系天皇が続いてきたので不軽で系図をたどると必ず神武天皇にたどり着く。また神話時代も含めて男系であると伝えられているので必ずイザナギソンとアマテラスオーミカにたどり着く。また女系推進派には天皇自身が男か女かという性別とは 関係がなく、概念上は、女系男性天皇と女系女性天皇の両方が存在しうると主張するものもいる。また逆に、男系についても、男系男性天皇と男系女性天皇が存在しうる。一般に、女性天皇は過去に8人10代存在するとされ、そのうちの6人8代は6世紀末から8世紀。 後半に集中するが、いずれも不敬に天皇を持つ、男系女性天皇である。また、女性天皇は未婚家天皇、皇太子の元配偶者であったとされている。皇族女子は非皇族男子と結婚した場合、その間に生まれた子が皇族となることはなかった。現在の皇室天範でも、皇族女子自身が皇族の身分を離れることが規定されている。第38代天智天皇、 第四十代天武天皇、第四十二代文武天皇など女性天皇の子が即位した例もあるが、その子の父親すなわち女性天皇の夫も、また天皇皇太子である。要するに、天皇の皇位継承は、血統を遡れば神武天皇にたどり着く、父親の子その子その子という男系男子である。判例濃や赤色は女性天皇、金色は天皇。 線は実施点線ただし、英国王室のように長子性を導入すれば、天皇の系譜を辿ることで、最初の天皇に辿り着き、系譜から見た天皇になりうる行為を一位に判断でき、血統も強くなる。例えば南北朝時代皇族の断絶によりほぼ、他人ともいえる七神道が行為を継承してしまったが、長子性であれば、 不妊ということに陥らない限り天皇から一神党以内、不妊の場合でも二神党以内で繋ぐなど、血統の希釈化を抑えることができる。このようなことから調子性を押す声もある。過去において、見ようによっては、向こう入りと見られる事例が少なくとも三例ある。しかし、いずれも、神武天皇を皇祖とする皇統の男系子孫である、第44代岩章天皇は母親である第43代、 元明天皇から行為を譲られており、母親のみが天皇である。父親、草壁美子は皇太子であったが即位しておらず、天皇である母親から行為を継承していることから、元祥天皇は、女系天皇であるという見方である。また、元祥天皇は断刑をたどれば、天武天皇の孫にあたる三世皇族であるが、即位前から、母親の元明天皇の血筋により、 内親王とされていた。しかし、そもそも、女系であることと、女系で継承されたこととは全く異なる。岩章天皇の父は、草壁美子であり、草壁美子の父は、天武天皇であるから男系男子である。男系天皇というのは、血統上、父親をたどっていけば、天皇に行き着くという意味であり、岩章天皇は、紛れもない、男系天皇なのである。 父親が天皇でないから、男系ではないという考え方もあり得るが、父親が天皇でない天皇はこれ以前にも以後にも、何人も存在するのであって、そうすると歴史上何人もの天皇が、男系ではなかったことになってしまう。さらに言えば、男系天皇であることと、女系天皇であることとは、互いに矛盾しない。岩礁天皇の母は、元明天皇なので、岩礁天皇は、 男系天皇かつ女系天皇でもあると言える。これらを踏まえると、元明元礁で女系継承が行われたという論説は、それがどうしたという程度の取るに足らない話である。元明天皇も元礁天皇も男系天皇であった以上、男系でない天皇が即位したなどということは一度も起きていない。もし、奈良時代に女系継承が行われたのだから、 現代においても、女系天皇を容認すべきだという議論があるのであれば、それは、上記の通り血統と継承を都合よく混同した、事実五人の甚だしいものである。また、この元明天皇、元象天皇の前例に則り、仮に女性皇族が即位しても夫が皇統に属する男系男子の旧皇族であれば、男系の血統が維持されるということである。 旧宮家が戦後 GHQ の方針により、功績離脱になった際、昭和天皇はそれまでの皇族親睦会を菊江親睦会に解消した上で維持することをお決めになり、旧宮家とのお別れの時には、加藤進く内富士町を通じて、万が一にも行為を継ぐ時が来るかもしれないとのご自覚の下で身をお慎みになっていただきたいというお言葉を語られた。明治以前は、 天皇が在位していない期間に天皇として役割を果たした神宮皇后を天皇とみなしていたこともあるが神宮皇后の男系祖先は開花天皇である。他にも飯出王女や春日山田王女なども政治を司ったという意味で天皇ではなかったかという考え方もあるが両王女も同様に男系で皇統に属する巫女である。他の君主国の例を挙げるとイギリスの場合では 女系男性王の誕生、あるいは王家の血を引く貴族や他国の君主を招くことなどで、連合王国時代の君主で六回、前身の一つのイングランド君主も含めると何度も王朝交代がなされている。例えば、イギリスの女王陛下のエリザベス二世の布君のエディンバラ公爵、フィリップ王拝殿下は、元来、ギリシャ王家の王族の出自であり、女王との結婚以前から、 王族の身分の人物である。なお、こうしたイギリスとの比較は、日本の国体における皇室を考える上では、異質なものであるという意見もあり、西尾幹事は、国民の歴史の中で、天皇とは、血筋と神話がすべてであると断言し、神武天皇から受け継がれているとされる断系の血筋や、その神話が、日本の皇室の存立にとっての最重要点であるとしている。 その他のヨーロッパの王室も、日本の皇室とは歴史的背景等が異なるので、同列には並べられないが、ここに相違点を一家に挙げる。皇室には1965年の秋篠宮文人新郎誕生から2006年の久人新郎誕生までの41年間、皇室から男系男子が生まれなかったため、将来において皇統が断絶するのではと、 危惧されており、継承原理を改変して、女系継承を容認すべきとする意見もある。久人新の誕生によって時間的猶予ができたが、男系論者、女系論者ともに、後位継承問題と皇族についての議論を続けていくことで認識は一致している。旧皇族を皇籍復帰させるという意見もある。これは五世今後の原則といった。 慶太天皇の宣令にも乗っとっており、歴史的観点から問題が生じることはない。日本国憲法第3条、第4条には、天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う。天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しないとあり、天皇の政治発言は認められていない。 皇族が発言することについて規定している法律はないが憲法第4条の規定は皇族にも及ぶとの解釈が一般であり皇族自身も戦後は政治へ介入することを極力避けてきたそのため天皇や皇族が皇位継承問題についてどのような意見を持っているかはなかなか明らかになっていない2005年12月19日 上皇は自身の誕生日に際して記者会見を行った。そこでは記者からこれまで皇室の中で女性が果たしてきた役割を含め皇室の伝統とその将来について事前質問があり上皇は皇室の中で女性が果たしてきた役割については私は有形無形に大きなものがあったのではないかと思いますと述べたが皇室転半との関係で皇室の伝統と その将来については回答を控えた。なお、その後に記者からの関連質問が予定されていたが、宮内庁は時間の都合を理由に会見を打ち切った。これに対して記者会は22日に抗議文を提出し、宮内庁は思い違いで会見を打ち切ってしまったことを謝罪する一幕があった。このように、上皇と上皇后は行為継承問題について、 一切態度を明らかにしていない。これまでに橋本明をはじめとする上皇のいわゆる語学友たちが週刊史上やワイドショーに登場し学生時代から解明だった陛下は女性、女系天皇にも賛成しているだろうなどのコメントをしているがいずれもあくまで部外者による推測の意を出ない。2006年10月20日上皇号は 72歳の誕生日を迎えた。これに先立って、宮内記者会は次々代を担う女性皇族にどのような役割や位置づけを期待するかという質問を寄せたが、上皇后は文書による回答で皇室転搬をめぐり様々に論議が行われている時であり、この問いに答えることは難しいことですと述べ、回答を控えた。年月日、 金城天皇は四十六歳の誕生日に際しての記者会見にて記者からの皇室天翻に関する有識者会議が最終報告書を提出し女性、女系天皇を容認する方針が示されました。今後の皇室のあるべき姿に関する考えや年の宮愛子様の将来について父親としてのお気持ちをお聞かせくださいという質問に対して皇室天翻に関する 有識者会議が最終報告書を提出したこと、そしてその内容については私も承知しています。親としていろいろと考えることもありますが、それ以上の発言は控えたいと思いますと述べた。ともひとは自身が会長を務める福祉団体、柏友会の会報でプライベートな形式と断った上で、歴史と伝統を平成のおよでいとも簡単に変更してよいのかと、 女系天皇への反対姿勢を表明した。智仁親王皇は、万世一系、125代の天使様の高等が、貴重な理由は、神話の時代の初代、神武天皇から連綿として一度の例外もなく、断刑で続いてきているという厳然たる事実と主張し、陛下や皇太子様は、ご自分たちの家系のことですからご自身で、発言されることは、おできになりません。 国民一人数とが我が国を形成する民草の一員として2665年の歴史と伝統に対しきちんと意見を持ち発言をしていただかなければいつの日か天皇はいらないという議論にまで発展するでしょうと結んで女系天皇容人の動きにこれまでの歴史と伝統を尊重しないとする強い懸念を表明した。また、団系継承を維持するための方法として 歴史上実際に取られたことのある以下の4つを挙げている。皇籍離脱した旧皇族を皇籍に復帰させる。皇族女子に旧皇族の男系男子から養子を取れるようにし、その方に皇位継承資格を与える。廃絶になった秩父宮や高松宮の妻子を伏見宮家の子孫である旧皇族の男系男子が継承し、宮家を再興する。これは、 明治時代に元皇室の祖先である、降格天皇の実家である官員の宮家が耐えた際、伏見の宮家から養子を迎え継承した先例があり、何も問題がなく、最も順当な方法である。昔のように、即室を置く。自分としては、大三世だが、国内外ともに、今の世相からは、少々難しいかと思う。また、ともひとは、皇位継承問題について、 三笠宮一族は同じ考え方であると言えると、父、三笠宮高人親王と母の百合子妃も歴史と伝統に反する皇室転搬改正に反対していることを初めて明らかにした。また、友人親王は高人親王が2005年10月、宮内庁の風丘の利ー次長を呼んで皇室転搬改正に向けた拙速な動きに強く抗議したことを紹介した。 また、皇室転半改正は、優勢民営化や財政改革などといった政治問題をはるかに超えた重要な問題だと指摘するとともに、自身の発言に対して、宮内庁のハケタ慎吾長官らが、正直、困ったな、皇族の立場を改めて説明するなどと重ねて、有料を表明していることに関しては、私がこういうインタビューに応じたり、 かなり積極的に発言しているのは国家の未曾有の大事件と思うので、あえて家中の栗を拾いに行っているような嫌いがあります。と述べ、女系天皇容人の動きに対抗する意思を明確にした。高松宮信人親王の引きく子は、年宮愛子内親王誕生の折、女性天皇の即位を不自然なことではないと容認する意見を雑誌、婦人公論に寄稿した。しかし、 女系天皇については明言しなかった。友人親王の長女、秋子女王は2010年10月25日発売の、帰還紙皇室アワー・インペリアル・ファミリー第48号インタビューにおいて、男系継承の伝統を大事にしていかねばならない、という意見を表した。ありがとうございます。